はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はね、バイオハザード5、前回からの続きですね、やっていこうと思います。よろしくお願いします。結構ね、久しぶりですね。4日、5日ぶりぐらいですかね。What's all this nonsense about evolution and being worthy? What does she mean?Something about a philosopher's stone and selecting DNA. It doesn't matter what she says. She's just a terrorist. End of story. We can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. まあ今回もなるべくね、早く進めるために、余分なところにはね、行かず、サクサクとね、進めていこうと思います。このステージが確かね、あのジルとウェスカー対僕たちでね、戦うチャプターなので、ちょっとね、いつもより長くなってしまう可能性が極めて高いんですよ。20分ぐらい経っちゃうかな、多分。ここはあれですね、リーパーが出てくるとこなんですけど、来た来た、よし、撃ちまくれ、撃て、まあ、以前のね、動画でも言ったんですけど、リーパーは腕一本でもね、あのちぎっとけば一撃必殺はねなくなるので、まあ無限弾とマグナム持ってる時点でそんな脅威ではないんですけど、まああとは AI が死ななければ。あれ、もう一人ぐらいリーパー出てきた気がするんですけど、出てこないか。来たー。よし、あれ、こいつ出てこないっけか。まあいいや。頼むぜ。援護はちゃんとするよ。どっから、どこだ、こっちだっか。いたいた。見えねえ。暗いな。Here we go. よし、行こう。出た。ロケラン組だ。
あいつ聞かないか。真正面から突っ込むのは危ないな。なんだあいつら。こっちから行こう。やっぱりあそこにいるよ。なんであんなでかいドクロマークの盾持ってんだあいつら。撃破数とか気にせずにね、どんどん逃げていきましょう。まるで俺の人生のようだ。ここは確かあれか、リフト、上に上がってくやつですね。AI の命中精度は高いんでね、僕は持ってこなかったんですけど、このステージとかはシェバにライフルを持たせてくると結構スムーズにねいけるかもしれないですね。敵が遠くにいるのでこんな感じで、こうやってリフトを止められてしまうんで撃つと。あ、なんかメダル取った。もう一回ぐらい確か止められるんですよ。なんでそれをね気をつけないと。あ、そうか、なんか変だなと思ったら、そうか、構えながら歩けないんでしたっけ。どうせ止まるんで、よし、まあ敵がどこにいるか分かんなかったら AI が撃ってる方向をね見ればいいので、そこはそんな大変じゃないですね。で、スタンバっておけば、こうやって上のあいつらが来るんで、ちょっと撃ち落としておきたいところ。あ、めっちゃ撃たれてる。いや、ほんと、AI の命中率高いな。ほとんどシェバが片付けてくれてますね。まあ余計なものを拾わせないために相変わらずね回復アイテムは持たせておきます、シェバに。で、確かここでなんか大量のリッカーが出てくるんですよ。
If we want to find out, we're gonna have to lower that bridge. Then we need to locate the controls. これで一応あのリフトを上がるようにして、まあ、これシェバに行かせるか自分で行かせるかあるんですけど、まあ大体の人は自分で行くんじゃないでしょうか。そうするとね、まあ、こうやって来るんで、どうするかな、まあ、無視して行こうか。リッカーは驚異的な敵ですよね。まあいつも個人的にねプレイしていた頃は割とね殲滅してのびのびとこのコンテナを動かしてたんですけど、今回は動画なので、まあ、極力ね無駄な時間を使わずに進めましょう。まあ本来なら無限弾を使っていないわけですから、弾の温存は不可欠なわけで、まあ初見の人とかはね大体逃げると思うんですよ。とは言ってもちょっとやっぱこのね BGM といい恐怖感をね煽ってきますね。うおびっくりした。シェバか。赤いからびっくりしたよ。結構いるな。まあいいや。じゃあ行きますか。これはですね、7分経てばウェスカーは勝手にいなくなるんですけど、できれば倒したいんですけど、あー何やってんの、あーダメだ、あこれダメだ、やっぱりしょうもな、しょうもな、まあいいや。大体そもそもなんでそこでダメージを受けるようなとこにいたのか。まあ5のね不満点で言えば AI が死んだ瞬間自分も終わりっていうのはちょっと納得いかないですよね。まあそう思った人間が多かったから6ではそうならなかったんでしょうけど、しまった、サンキュー、ああいいや、見つけたぞすいません、真正面じゃダメだ、あもうバレてんのね、何やってんのこれ
ほら。やばい、またシェバが無謀にもウェスカに。あ、やべ、ジルが起きた。うおー、やばい、緊急事態。隠れても無駄だぞ。ウェスカも怖いですけど、ジルの方が怖いですよね。このマシンガンが、マシンガンというかマシンピストルが結構いつもね、めんどくさい時ロケランでもう適当に撃って終わらせてたんで。いやマジ、シェバ死なないでよ、ほんと。どこにいんの、下か。しかもなんで来ないのですか。あー、しまった。あー、ごめん、ごめんっていうか、誰に謝ってるか分かんないけど。あー、もうダメだ、終わったわ。完全オワコンだ。大変だけど、これちょっと作戦を変えるか。いや7分も時間くれなくていいよ。3分ぐらいでどっか消えてくんないかな。うわ、マジかよ、ふざけんな、マジでアホだろ、すぎる。いや、さっきと同じじゃん、デジャブだよ、ほんとしょんねえ。ちょっとないよ、なんでそこで食らっちゃうの、あなたたちが。あれも、まあでもロケランは使いたくないので、最悪使うか。もう18分ですよ、時間。ほら、グラサン取ってやったぜ、ざまあ見ろ。隠れても無駄だぞ。避けんだよこいつ。あー、完全に終わったの。隠れられないな、ここ。まあ俺もヘボいけどさ、まあシェバが範囲って部分もあるよ、正直。あ、やべ、そう言ってたら。あー、もうやだ、本当に嫌だけど、今さら撮り直すのは嫌なんで続けます。だんだん嫌になってきた。わかった、もういい、もういいよ。
ないこれを使おう時間が押しまくってるんでいやよく俺これのいやいやいや意味がわかんねえ I need help ってここ通れないんだよねウェスカーが邪魔して本当に意味わかんないもう俺がゲームを下手だというのをね表すための動画になってしまったこのさドアの時のシェバー本当に意味わかんねえんだけどよしもうロケラン持ってきたから余裕でしょ本当にもうこんなグダグダになるとは正直ショックだよなんで？なんで外れた？説明してほしい。くたばれくたばれ。え、なにこいつ？え？あれ？嘘でしょ？知ってるよ何回もやってよこれどこだ階段なんだっけ話しかけんだっけかなこれ Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me?大体なんでジルこんな身体能力高いの Don't do this, Jill. 頼みますわシェバさんこれすぐ起き上がっちゃうでしょ I don't want to hurt you Jill, what are you doing?頼む。まだだな、どうせ。Don't do this, Jill. なんか昔はななんかもっとウェスカー体術で倒したりとか。やってたんだけどなやっぱもうダメだな歳かなもうこれ30分コースだなえなんかその動画をね見てくれる友人の一人にねあんま長い動画は飽きられちゃうよみたいな言われたんでね極力長い動画にはしたくないんですよギャルゲーのキャンバスの時にね結構長かったんで何これ何 ずっと二人でイチャイチャしてるみたいめんどくせえWow.
できればシェラが撃ってほしいんだけど、君の鳥は命中精度だけだろ。なんでね、あんまり長い動画やりたくないんですよ。あとね、これ iPhone のカメラ越しにテレビ見てるんで、すんげー見えないんですよね。俺の装置はもう何回も分かってるよ。分かってることを何度も言われるのはね、正直苛立ってくるんですよ。何やってんの君。本当にもう。頼むわ。言って言って早く。まあ自分を助けるためにこのいう状態になっちゃったジルを安易に殺すことはできないのはしょうがないですけどね。ここまで牙を向かれたら殺すしかないって思っちゃいますよね、普通の人なら。ジル、まあいいや、ちょっともう時間が26分か。久々だな、逆に。よかったね、二人とも。まあ俺はシェバ派ですよ、赤ずきんの。赤ずきんじゃなかったらジルの方が好きですけど。いやもう散々だ、5回死んでるし。いや正直ね、撮り直そうか悩んだんですけど、まあ、もうしょうがないんで、結果は結果ですから。これで今回チャプター5の3ね、終えたいと思います。いや長くね見てくださる方お疲れ様でした。なるべくね時間は早めてはプレイしていこうとこれからは思っていくんで、よろしくお願いします。ちょっとさすがに疲れたな。はい、ということでね、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあね、ここで一旦バイオハザード5終わりたいと思います。お疲れ様でした。それでは。